本日は白神吹雪お誕生日2020吹雪バースデー2020にお越しいただいた皆さんへのサプライズでございます。受け取ってくださーい。じゃーん、お誕生日新衣装だよー。はい、どうもホルライブ1期生バーチャルキツネの白神吹雪じゃーい。イエーイ。ということで、なんとお誕生日に合わせてお誕生日新衣装用意してもらいました。イエーイ。どうでしょうか。こちらですね、うふふふふ、皆さんにもね、数ヶ月前からサプライズで用意しておりました。ギリギリなんとか今日までに運営さんが仕上げてくださいました。ちょっとね、上半身だけでもしっかり見てもらいたいので、こちらに、はい、どうも。こちらをですね、新しくお誕生日です、お誕生日として用意させていただきました。カチューシャがオカユンとオソロッチなんだ、えへへイエーイ。ということで、ちょっとね、全身も見せていきたいのですけども、じゃあちょっと画像でね、用意させていただきました。あ、の前に実はですね、ちょっといろいろとあれがあるのでお待ちください。ちょっとね、パターンがいろいろあるのでね、よいしょよいしょよいしょ。はい、まず1個目、なんと帽子がつきます。イエーイ、帽子がつきます。でね、詳しくお見せしたいと思います。じゃあ続き、よいしょ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 。もちろん帽子だけとかもできますね。確かに、あとはですね、もちろん髪下ろしもあります。イエーイ。はーい。あ、そう、全身を、ちょっと待って、全身いきますか。全身一旦、じゃあちょっと全身もいこう。あ、待ってください。全身も行こう。ふぅ。よいしょ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 。はーい、全身はこちらでーす。イエーイ。ちっちゃくてごめん、後で大きいの見せます。全身はこんな感じじゃーい。どうですか。最近ね、あの、お嬢と呼ばれることが増えまして、まあね、あの、メイドのオーガと一緒にね、あの、メイドとお嬢ってやってるんですけども、はい、ではでは続きまして、ね、実は皆さん髪型、よいしょ、一番最初に見せた髪型が実はですね、こうなってるんですわ。よいしょ、なんとでっけえ三つ編みなんだわ。でっけえ三つ編みのビヨンビヨンなんだわ。でっけえ三つ編みのビヨンビヨンなんだわさ。イエーイ、でっけえ三つ編みだー、ボヨンボヨンだー。はい、ということで、ちょっとでっかい三つ編みにしていただきました。イエーイイエーイ。ビヨンビヨン、あっちゃんビヨンビヨンやで、ビヨンビヨン。ということで、改めましてこちらですね、よいしょ、あ、間違えた間違えた、あーあったあったあった、はい、皆さんへのサプライズお誕生日新衣装でした。全身図、改めてこちらにちょっと大きいのご用意させていただきました。はい、まあ、カチューシャとカチューシャないバージョン、帽子とカチューシャ、そして帽子だけってのもあります。まとめもありがとう。はい、こんな感じにで、実は衣装がございまーす。うんよ。ね。帽子カチューシャつこう。ありがとうございます。あのね、本当はね、これ上着とか実は脱げるんですけども、とかね、あの、小物メガネとか実装したかったんですけども、ちょっとね、時間なくてミッドママもお忙しくて、そう、ちょっとね、実装が間に合わなかったんですけど、今後実装予定です。はい、今後ね、あの、上着脱いだやつとかも実装予定ではありますので、よろしくお願いいたします。スクショも撮ってくれね、ハッシュタグは FBK バース2020でよかったらつぶやいてください。
いやもうこの衣装がお披露目できて白神は嬉しい、嬉しいです。もうね、三つ編み俺にけありがとうございます。そう、ちょっとアップで見てほしいですね。ちょっとアップでいきましょうか。実はですね、みんな耳のピアス見て、お星様ついてるの。お星様、あ、耳切れちゃう。実はですね、お星様がついてるんです。キラキラよいしょ。そしてじゃあちょっとずつ下いきますか。よいしょ、下下で胸元こんな感じです。肩にオロライブのマークがあります。でちょっとあの胸元には狐のマーク、そして青いバラを用意しました。そしてジャケットがありまして、お袖、そしてこの手袋、ふふふ。でこれもスカートもめちゃめちゃ可愛いんですよ。ありがとうございます。そして白タイツで、お靴も可愛いんだ。お靴も可愛いんだねえ、この2衣装。はい、そしてですね、ちょっと待ってください。帽子もね、見てほしい。うん、よいしょ。ね、お帽子も見てほしい。こちら、お帽子、これお帽子なんですけど、じゃあこれはね、お願いしたことがありまして、白神、実はですね、金木犀の花がお花で一番大好きなんです。なので、金木犀、キツネと金木犀をと星ですね、お星様も実は追加してもらってます。イエーイ。さあ、金木犀とね、おはん、このキツネ、そして星、ありがとうございます。嬉しい。ってことで、まあ、ちょっと髪が見やすいようにするとこんな感じですね。ありがたい。みんながね、すごいお嬢お嬢とか言ってくれるおかげもありますし。